お兄ちゃん、これから帰るところですか？はい。あ、カルメラに行きたいんですけど、いいですか？コロンちゃんは委員会のお仕事があるみたいなので、先に帰っていいよって言ってました。それがいいですね。カルメラでコロンちゃんを待ちましょう。でもリラ先輩とリシ先輩もカルメラに顔を出すかもしれないですよ。はい、みんなカルメラが大好きですから。それにコロンちゃんにも連絡しましたし、きっと賑やかになると思います。あ、そういえばお昼の時に聞き忘れてたんですが、私の出番、障害物競争見てくれてましたか？やっぱりあの応援の声はお兄ちゃんだったんですね。いえ、それでこそ私のお兄ちゃんです。妹の勇姿はどうでしたか？見事1位を取りましたよ。お兄ちゃんにシエルのかっこいいところを見てもらいました。あんまり疲れてませんよ。体育祭は私の数少ない見せ場なんです。昔から体を動かすのは好きだったので。それに障害物競争なら小学校の時から負けなしです。でも障害物競争が得意でも活かせるところがなかなか浮かばなくて、忍者になるくらいかも。そもそもどうやってなるのかもわかりません。私の体育祭は楽しかったです。今年はお兄ちゃんもいたし、先輩たちともカルメラで仲良くしてもらっているので、一人じゃなくて嬉しかったです。お兄ちゃんも綱引き頑張ってましたね。見てましたよ。私も応援してたんですけど、聞こえました？気づいてくださいよ。お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃんって叫んだんですから。とっても仲のいい兄弟だと思われたと思います。兄ちゃん、どうしたんですか？だってお兄ちゃんの妹ですから。当然です。
されました。ただいま。それとお疲れ様です。お帰りなさい、シエルちゃん。アサキくんも一緒なのね。今日の体育祭どうだった？障害物競争で1位を取りました。シエルちゃんすごいじゃない。運動得意なのね。スポーツはそんなに得意じゃないですけど、走るのは好きです。今日はいろんな人に褒められて幸せです。じゃあそうしますね。コロンちゃんが来るまで待ってます。そんなにすぐ出て大丈夫？疲れてるなら無理はダメよ。ありがとう。アサキくんがいてくれると助かるわ。これシエルちゃんに持って行ってあげて。いつも頑張ってるシエルちゃんに応援のスイーツよ。それに今日は1位も取ったみたいだしね。本当？それならお仕事終わりに出すっていうのもいいかもしれないわね。じゃあ、朝希くんは今日の仕事が終わってからっていうのはどう？うんうん。それじゃあ、それはシエルちゃんによろしくね。私にですか？頼んでないですよ。本当ですか？やったー！甘いものが食べたかったんです。スイーツは元気の源ですからね。いただきます。メラのクリームはこのミルク感がたまらないです。お兄ちゃんも一口食べますか？そうなんですか？お兄ちゃんと一緒に食べられないのはちょっと寂しいですけど。はーい。コロンちゃん早く来ないかな。こんにちは。あ、シエルちゃんいたいた。はい、マロンちゃん。お疲れ様です、アサキ先輩。私保健委員なので救護テントの片付けがあったんです。朝希先輩ってば、絆創膏なら誰でも貼れるじゃないですか。お仕事中に変な想像は良くないですよ。
研委員は普段は特にお仕事もないんですが、学園でイベントがあると忙しくなるんですよね。ありがとうございます。お疲れ様です。お邪魔します。こんにちは、扇沢君。あ、手は足りてますか？忙しいなら手伝いますけど。はい、わかりました。それじゃあ、ゆっくりさせてもらおうか、リラちゃん。うん、お言葉に甘えさせてもらいます。